コリントの信徒への手紙2:9-8。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分であらゆる良い技に満ちあふれるようにあらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。一緒に聖書の言葉を学びましょう。コリントの信徒の手紙に9:8から恵みに満たしてくださる神について学びます。誰でも神を信じるときに神の一方的な恵みによって救われ祝福された人生を歩むことができます。神は時代を超えて私たち一人一人に豊かな恵みを注いでくださるお方です。しかし信仰生活を始めていく中でいろいろな自分の弱さ足りなさが明らかにされていきます。自分の弱さ足りなさが示されるときに私たちは疲れてしまいます。神は私たちの弱さ足りなさを知った上で私たち一人一人を恵みで満たしてくださり神の働きをするために十分に整えてくださるお方であります。弱さ足りなさは良いこととしては扱われません。しかし神を信じるときに神は弱さ足りなさの中に力を与えてくださってそのことの中に栄光を表してくださると約束されています。神はあらゆる恵みを私たちに与えてくださって神様の働きをするに十分なものとしてください。この神が今私たち一人一人のうちに力強く働いてくださいます。弱さ足りなさを嘆いている暇はありません。神様は弱さ足りなさの中に力を与えてくださる。それだけではなくて私たちが神の栄光を表すために十分に整えられたものとなることができるようにあふれる恵みを与えてくださいます。この神が今日も皆さんお一人お一人の上に働いてくださいます。恵みを与えてくださる神が私たち一人一人の上におられますから感謝をして喜びを持って神にお仕えしていきましょう。アーメン。恵みに満ちた信仰生活でありますように。2、恵みで満たしてくださる神による癒しと平安が与えられますように。3、春の募金が祝福されますように。4、天人令を受けられた士官が守られますように。5、各招待に信頼者が導かれますように。